江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、こちら渓谷の信用金庫ね、セマウル金庫の話題でございます。まあ昨日一昨日とですね、この話題ちょっとこすってますけれども、今回は幹部は横領、ジルコニアをダイヤで担保、セマウル金庫もうめちゃくちゃで豊作なし。はい、重傷ですね。それではですね、見ていきましょう。くーちゃんお願いします。セマウル金庫のバンクラン、大規模な預金引き出し危機は昨年不動産市場が低迷し始めた時から予見されていた。セマウル金庫は競争が激しいプロジェクトファイナンス PF 市場に一歩遅れて参入し、地方の小規模事業所を中心に貸出金を出したが、不動産景気が沈み不況化している。ここに役職員横領などモラルハザード問題まで重なり、金融会社に最も重要な顧客の信頼を失ったという評価だ。6日、金融界によると、セマウル金庫は短期間で不動産 PF 規模を無理に拡大した。貯蓄銀行の不良自体が安定した後、証券業界を中心に一部の金融会社が不動産 PF を土台に大金を稼いでいる姿に魅了され、セマウル金庫も後発走者として市場に参入したのだ。しかし、不動産 PF ノウハウとネットワーキングが足りなかったセマウル金庫は、首都圏マンションなど永久事業場の代わりに、地方オフィステルと団地、庭園住宅など貸出額が500億ウォンを超えない小規模事業場に集中する戦略を展開した。大型証券会社が損保を向く市場で急激に勢いを増したのだ。その結果、2019年末27兆2000億ウォンに過ぎなかったセマウル金庫の建設不動産業貸出残額は昨年末56兆3000億ウォンで倍以上急増した。しかしこのような BC 級事業場は不動産市場が沈滞する矢先に倒れてしまった。2019年末 2.5% に過ぎなかったセマウル金庫建設不動産業貸出延滞率は2021年末 4.1% で、昨年末 7.7% に急騰した。今年1月末には 9.2% まで急騰した。貸出延滞額も昨年末4兆3000億ウォンから今年1月末5兆2000億ウォンへと1ヶ月間で9000億ウォンも急増した。セマウル金庫建設不動産業貸出延滞指標はさらに悪くなる展望だ。現在工事が遅れた事業場に出た相当数の貸出の満期が延長され、現在延滞指標に反映されていないためだ。実際セマウル金庫支店12カ所で3000億ウォンに近い融資金を出していたテグダイン建設オフィステル施工事業場は、建設会社の詐欺分譲疑惑と資金難などが重なり4年近く工事が遅延した状態だが、今延滞指標には抜けている。セマウル金庫は役職員の不正と未熟な運営が重なり、不正事故も多かった。金融当局によると、2017年から2022年8月までセマウル金庫の役職員によって発生した横領と背任、詐欺、斡旋収賄は85件で、被害額だけで641億ウォンに達する。このうち 35% の226億ウォンだけが回収された。昨年6月にはセマウル金庫の職員と内通し、キュービックジルコニアをダイヤモンドと偽って380億ウォンを借りた一味が拘束される強盗無形な事態が起きたが、内部統制システムではこれを取り除くことができなかった。セマウル金庫のバンクランを防ぐための方策はない。支店破産憂慮と関連して行政安全部とセマウル金庫中央会は、中途解約した預か積金を2週間以内に再び預ければ非課税恩恵と約束した金利をそのまま適用すると発表した。これはセマウル金庫にバンクラン危機が迫った2011年に出したものと同じ対策だ。キム・ジュヒョン金融委員長は7日午前、八代正ホラセマウル金庫本店を訪問して6000万ウォンを預金した。金融当局によると、キム・ジュヒョン金融委員長は、セマウル金庫に対する過度の不安心理を控えてほしいと言及し、バンクランが続かないように頼んだ。特に、政府は保有した全ての政策手段を活用して、セマウル金庫を支援することを強調した。キム委員長は記者懇談会で、不安心理による過度な資金流出さえなければ、セマウル金庫健全性と預金者保護に何の問題もないとし、政府の言葉を信じてほしいと訴えた。信じてほしいと言われてもね、そういう問題じゃねえんだよって感じなんですけども、はい、それではですね、こちら渓谷の反応行ってみたいと思います。
それではですね、1人目こちら。理事長たちの私金庫として使われた腐ってしまったセマウル金庫をすべて閉鎖しなければなりません。214-9。古今東西時代を問わず常に被害者は庶民です。セマウル金庫が倒産し、ニュースインタビューで涙ぐみながらインタビューする庶民もやはり私たちの一人です。歴史から繰り返される教訓がただ一つあるとすれば、被害者はいつも力のない庶民です。46-3。叩いてみれば粉飾会計で悪性担保がとてつもなくありそうだ。34。金融委員長なのに6億ではなく6000万ウォンですか。27-0。以前釜山貯蓄銀行も大丈夫だと言って1ヶ月以内に亡くなったお年寄りが事故をして。15-2。満期を4ヶ月残して今日解約しました。15-6。セマウル金庫に1億預けてください。そうしてこそ神聖性が信じられると思います。6000万ウォンは自分も何か不安だから預金者保護限度5000万ウォンに1000万ウォン足して預けたようですね。90。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきましょう。はい、ということでね、もうめちゃくちゃですな。ジルコニアはダイヤモンドではありませぬ。ジルコニアでって前に詐欺ったとかいうやつ。破綻が迫る。破綻迫る迫る。モラルなんてあったのかと。横領？いつものことだろう。驚くふりをするなよ。これはいいダイヤがキムお前も悪よのから。ま、破綻一直線やな。ゾンビ企業はとっとと潰すのが身のためやで。優しいな自分。わら。不良債権か待ったなし。デフォルトまっしぐら。いいね、陰備な響きだね。そりゃ返済能力がない奴らに貸したらそうなるわな。わら。週明けには取り付け騒ぎになってたりして。後発で頑張ったってどう見ても怪しいやん。誰も言わなかったのか。金利箔上げしちゃえよ。知らんけど。頭と尻尾はくれてやれって言葉知らないんだろうな。わらわら。本物のダイヤが見分けられなかっただけじゃね。おそらくボンが神切れ以下になるまでやられるシナリオだから顕著なよなあ。バイデンさんよ、問題を起こしたのが視点で中央会があるのか農協のイメージだね。キム・ロジャースだから K には魅力にすんか。横領、詐欺、収賄、手抜き工事、破綻、忙しそうですね。現生あるうちに預金を引き出すのが正解。あ、引き出すべき預金がないか。わら。保護限度っていうことはやっぱりペイオフあるじゃん。何で全額保護されるって言った。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。